はい、こんにちは、永田薫です。今日はね、 Google マップ、 Google マップだけじゃないんだけど、とりあえずそのスマホのマップで、ついてるのお話になるのかな。まあ一応その内容としてはね、 Google マップがアップデートされたんで、その内容をまあメインにっていうところなんだけども、今回 Google マップがですね、アップデートされました。あの Android 版の Google マップに何がね、こう加わったのか、2つね、機能が新しく改善というかされていて、まず1つは、これ多分ビジネスユーザーにはいいのかなと思うんだけども、ビジネスのメールっていうのがねあって、普通の友達とかとのやり取りではなくね、ビジネス系のものの、ね、やり取りなんだけども、航空会社とか、まあ、あとはホテルとか、まあ、そういうのいろいろあると思うんだけど、そういうのでこう予約をするじゃない。でそのメールが返ってきたりもするじゃん。でそれが自動的にカレンダーに入るっていうものが、ね、今まであったんだけども、それが、Google マップ上でもね、あの見れるようになったっていうところになっています。要は、メールが来ると自動的に今までカレンダーにそういう予定が登録されますっていうのがあって、でそれが予定として出るじゃん。でそれが Google マップ上でその予定とも、その予定とか Gmail とかとも連携して、でそこまでの、まあ、ナビができるようになるよっていう機能と、まあ、これはもうビジネスユーザーなんで、まあ、俺もちょっと、そういうビジネスのね、やり取りはあんまりその Gmail 上では、やってないので、まあ、どれだけそれをね、このチャンネルの住人が使ってるかわからないんだけど、まあ、そういうことができるようになりましたと。で、もう一つが、もともと Google マップっていうのはナビができますと。あの、カーナビのような機能であったりか、まあ、それはカーナビだけじゃなくて、電車とか徒歩とか、まあ、そういうのを含めて全部こう、ナビをしてくれる。ね、ルートを検索してナビをしてくれるっていう機能が、まあ、結構前からあるんだけども、そこにさらに、例えば目的地が居酒屋とかさ、ね。まあ、あとはレストランとかさ、テーマパークだったりとかさ、そこが、営業時間外とか、もしくは着くまでの間に営業時間が終わってしまうっていう場合に、その警告もしっかりしてくれると。着いた時には営業がもう終わってるけどいいの?みたいな感じのことをちゃんと言ってくれるようになると。Google マップを使っているほとんどの人に便利な改善だと思うのよ。俺ね、ここ、久しぶりなんかいい改善って、まあ改善だから毎回いいものなんだけど、あの実際に自分たちが使うところでリアルに、ああいいなって思えるものが、加わってきたなと思います。多分実際にね、そういうこうニュースとかを知らないで使っている人たちにとっては、あんまりその意識もないところだと思うんだよ。あの、なんか便利になったなとかっても多分あんま思わないと思うんだけど、ね、我々はさ、そういうニュースとか見てさ、こうしっかりと見るわけじゃん。どういうものがアップデートされたんだって。で、そうやって見たときに、あ、この改善はいいなっていうふうに、素直に思った改善でした。でね、だからっつって今動画にそのことをね、報告というか、ね、してるわけではなくて、なんか対照的だなって思ったのよ。何と対照的なのかっていうの。はい。そうですね。アップルの、いや、iOS のマップですね。この間ね、発表された iOS 9の話については、ちょっとまだやってないんだけども、まあ今回いい機会なんで、そのマップについての話をしようと思って、で、iOS 9発表されました。その中でマップ新しくなりますよっていう発表があったのよ。で、そこでは、電車の乗り換え検索ができるようになりますっていう。はい。ポカンとするでしょ?もう知ってると思うんだけど、まあ、知らない方はね、ポカンとするでしょ。今更?みたいな。日本だと、それこそガラケー時代から、まあまあ、なんだ、液炭とかさ、そういうのがあって、みんなもう乗り換え案内っていうのはさ、慣れ親しんでるわけですよ。で、それがスマートフォンになって、で、Google マップ、まあもちろんそうなんだけども、その前だね。Google マップも最初からその乗り換え案内があったわけじゃなくて、最初は多分普通のね、スマホアプリで液炭とか乗り換え案内を使ってやってる、来てる。だから、要は何を言いたいかっていうと、日本人ってすっごい昔からその乗り換え案内っていうものに関しては、あって当たり前みたいな生活をずっと送ってるわけじゃない。今の中高生なんかは特にそうだよね。もう生まれて もう最初の携帯がスマホとかだったりするわけでしょ。もう乗り換え案内ってあって当たり前じゃん。ね。だけど、それが、
iPhone は、これからつくのよ。乗り換え案内が、マップに。で、Google マップはもう、もっと前からね、乗り換え案内はついてました。だから、Android ユーザーも含めてなんだけども、結構前ね、サードパーティーの乗り換え案内のアプリをわざわざダウンロードしなくても、まあ、Google マップ上で普通に検索ができたし、なんなら Google Now とか、まあ、Google の検索上で、例えば渋谷から新宿みたいな、やったらもうそのまま、それがさ、こう検索上に出るわけですよ。それぐらいもう身近だし、便利に、ね、使っていたものなんですが、やっと iOS 9では、ね、マップの中に乗り換え案内が来ると。はい。でね、まあまあ、まあ来たんだっていうふうになる。それだけだったら、まあ来たの、よかったね、来たんだねっていう iPhone ユーザーは、わざわざスタートパーティーの乗り換え案内アプリを使わなくても、OS レベルでちゃんとしっかりしてくれるから、もうその分別のアプリ入れられるようになるねっていうようになると思ったら大間違いで、それは世界の主要都市だけなんですよね。で、もっと言ってしまえば、日本では提供されないのよ。乗り換え案内は。はあ、なんかもうすごくこれが対照的だなと。かたや Google マップはもうその自分の目的地の営業時間まで見てくれて、着いた時にもしかしたらもうやってないかもよみたいなことも教えてくれるぐらいです。で、もっと言ったらメールとかで来ている予定をカレンダーに自動的に登録してくれて、さらにそのカレンダーのその予定を見て、今そこにいる地点からそっちまでに行くまでには、あと何分ぐらいで、出なきゃいけないよ、みたいな警告を、スマートフォンでも出してくれるし、言ったら時計にも出してくれたりするわけですよ。っていう風に考えると、なんか、Google マップはやっぱり一歩先をちゃんと進んでる。一歩先っていうか、まあ、どんどん便利になってきてくれてる。だけど、iOS のマップは、どんだけ何歩後ろにいんのよみたいな。やっぱりね、その地図を作るっていうのはすごく難しいし、のはわかる。うん、Google だってね、すぐさまこうなったわけでもない。で、乗り換え案内に関しても、Google の乗り換え案内もまだ完璧ではないんだよ。まあ、それでも Google さんはね、結構努力してくれてるなと。多分ね、iPhone ユーザーでもね、まだまだ Google マップ使ってるでしょ。iOS のマップが良くなってきたから、マップに戻った人もいると思うけど、まあそれでも Google マップの方がやっぱ便利だなって思って使ってる人もまだまだいると思うんだけど。まだかかるだろうね。だからね、その Google マップ並みにいろいろこう、OS の中で、その iPhone のそのいろんな機能と連携していろいろできるマップになるっていうところまでは。うん。いや、早急にね、その変な話ね、どんどん真似してもいいんで、iPhone を使ってる人が、まあ、もっともっとね、iPhone が便利になるようにね、このマップの改善っていうものをね、行ってきた、いただきたいな、というふうに思ったりします。で、そういうことをしてくんないと、今度はその Google マップの成長も止まってしまうんで、やっぱこう、ね、追いつき追い越せでいろいろやっていってほしいじゃない。まあ、そういう意味でね、今回ちょっとマップについての動画をしました。まあ、ぜひ、皆さん、Google マップ、ちょっと試してみてください。俺もね、これから、そのビジネスのところは、ちょっといつになるか分かんないんだよね。いつになるか分からないけど、その便利さを感じれるのは。分からないけど、その Google マップでのナビ検索での就業時間がどうのこうのみたいなのは、この週末からね、如実にその便利さというのは分かってくるのかなと思います。だってちょいちょいあるじゃん。なんかこれからね、飲みに行こうよみたいなのがあって、じゃあこの周辺のね、お店を検索しますと。で、出てきました。そこに行きますっていうのをやったときに、あ、でもあなたがそこに行くまでにはもう終わってるかもしれないよっていうことを言ってくれるっていう。それはいいよ。うん。今俺考えただけでも、そこは便利だなって思うよね。とはいえね、OS によって多分使える使えないってあるんだと思うのよ。しっかり俺、古い端末で今試したりとかしてないんですけど、今、俺の手元にあるのは新しい端末しかないんで、ちょっと試してね。新しいって言ってもあれだよ。全部が 5.0 とかじゃないよ。4. いくつ以降のもの。だから 2.x のものっていうのも俺もほとんど使ってないから、ちょっとそっちので試してないんだけども。まあ、新しめの端末を持っている方は、ぜひぜひ、試してみて、この週末から便利にお使いください。というわけで、また見てな。
バイバイ。